今年はミューズを結成して初めての長期休み。とにかく練習に明け暮れた夏でした。みんなの合言葉はいつだって夏ライブのため。そのためにウィークデーはもちろん土曜も日曜も時間が空けば必ずみんな集まって振り付けの打ち合わせやステージングのアイデア出し、衣装や小物の制作、みんなでもう本当に頑張ってたの。だから小鳥はそんなみんなに夏の頑張り賞を贈呈したいななんて思ったくらい。そうだ、みんなにお揃いの手作りマスコットでも作ろうかな。それとも手作りケーキやクッキーで打ち上げティーパーティーなんて思いながら、今日も朝の練習へ向かう道の途中で、あれ何かな、道端の掲示板に商店街のお知らせポスターが貼られてる。何何、夏祭り水着コンテスト開催。君の応援があるから自信を。これって毎年夏休みの終わりに開かれる商店街の夏祭りのステージイベントのお知らせだ。そっか、今年は水着コンテストなんてやるんだ。これであなたも夏のヒロインに。なんてなんだかちょっぴり昔のアイドルっぽい響きなんて思ってから気がついたの。ポスターの続きをよく見てみたら、これ何すごい、水着コンテストの商品は大画面テレビや日帰り旅行、そして3等は5万円分の商品券。もし5万円が今の私たちにあったら、夏ライブで使い果たした予算のことなんて全然考えずに、新しい衣装の生地が好きなだけ買えて、そしたらスカートのギャザーが2倍に増やせる。値段が高くて諦めてたストレッチレースのフリルもつけられるし、スカートの裏地にバイカラーのサテンもつけられる。頭の中と胸の奥がドキドキワクワク、たちまちいろんなイメージが浮かび始めちゃった。これは絶対誰かに相談しなくちゃ。生徒会長って大変そうに見えるって呼ばれていたわ。ねえマキちゃん、この前ミューズの活動費がピンチって言ってたよね。それって本当？そうよ、ミューズは学校からの部費もないし、みんなでお小遣い出し合って節約しながら使ってる状態でしょ。はっきり言っていつも貧乏だし、っていうか貧乏どころか今度の夏ライブで完全に底をついたっていうところね。やっぱりそうなんだ。じゃあもし次にライブをやるとしたらどうなっちゃうの？しばらくはとりあえず無理だと思うけど、まあもう少し経ったらまたみんなから少しずつ徴収するしかないかな。そっか、でもみんな毎日の練習でお腹が減って立ち寄りとか、地味にそういう出費もあるし、きっとなかなか大変だよね。そうね、ライブってなるとどうしても機材やポスターやいろんな経費がかかるし、しばらくはお金のかからない活動しかできないかな。せっかくみんな頑張ってるのにそんなのって残念。あ、でもそれで小鳥ちゃんが勝手に自腹切ろうなんて絶対にダメだからね。前に衣装のグレードアップを言い出した時も言われたでしょ。あ、うん、エミちゃんに言われた。スクールアイドルは学校の活動なんだから、一人で負担をかぶろうとするのは絶対にダメだって。そう、ダメよ。小鳥ちゃんは普段から飲み物やお菓子の差し入れも一番してくれて、おまけに片付けや衣装の手入れや保管や、結構めんどくさいところ誰にも言わないで一人でこっそりやってるの私知ってるんだからね。私もそれは違うと思う。でもだってそれは、小鳥はマキちゃんやエリちゃんみたいにいろいろできないし、ほのかちゃんやうみちゃんみたいにお家の手伝いもないし、せめてそれくらいはって思って。小鳥ちゃんのそういうところ私は好きだけど、でもやっぱり一人で考えないで。
ミューズは9人の活動なんだから。あ、そうだ、そうなの。だからね、そのことでマキちゃんに聞いてもらいたい話があるの。感謝の気持ちを届けたいから。水着コンテストっていうのはちょっと引っかかるけど、確かに5万円は大きいわね。それに地元の夏祭りっていうのもミューズの宣伝になるかもしれないよ。そうね、いつも頑張って衣装を作ってくれる小鳥に、たまには予算を気にせず思う存分腕を振るわせてあげたいし。それじゃあ参加っていうことで決定ね。小鳥を見てればわかるわ、衣装にかける情熱。この前も海とスカートの長さ2センチでやり合ってて。私は小鳥の好きなように作る衣装は少し不安です。だいたいどんな衣装か想像がつきます。きっとすごくスカートの短い。はい、はいはいはい。そしたらニコが一番に立候補しちゃう、その水着コンテスト。ニコッチで勝てるかな。ニコッチの水着姿はどっちかって言ったら限定されたお客さんに向けてのピンポイントサービス。何よ、そんなことないよ。のぞみちゃんみたいにボインボインの方がかえってみんな引いちゃうってね、エリちゃん。それって私に対する嫌味？ごめんニコ、そういうわけじゃ。私は絶対に出ないからね。私も絶対無理だと思います。幼児体型なのでビキニは。っていうことは残る候補はほのかちゃん、りんちゃん、とりちゃんの3人やね。そしたらもう決まったも同然じゃない。そうね。私ストーリーを選んでくれるかしら。生徒会長のぞみが副会長をしているの。ふん、やっぱり小鳥ちゃんがミューズ代表になったのは戦略ミスだった。ニコの言う通り、ニコを出しておけばこうはならなかったのに。みんなごめんなさい、小鳥のせいで。小鳥ちゃんが謝ることないわよ。そうだよ、何はともあれ1位だったんだもん。すごいよ、小鳥ちゃんって本当に可愛いよね。水着コンテストで優勝なんてなかなかできることではありません。立派ですよ小鳥。うん、小鳥ちゃんは本当に最高に可愛かったにゃ。それに結局思ってたのとは違うけど、賞品ももらえてすっごく喜んでるし。で、優勝商品は最新型電気炊飯器を抱えた花代ちゃんがね。はい、本当にすごいです。私これからこれで毎日部室で美味しいご飯を炊きますね。それにしてもまさか優勝商品が高級炊飯器だったとはね。確かに最近の炊飯器は10万円以上するらしいけど。わあ、毎日おにぎりなんてリンは嫌だ。たまにはラーメンが食べたいよ。リンちゃん、大げさに嘆くリンちゃんの姿にみんなが笑って、水着コンテストの一日は終わりを告げました。なんだかいろいろ違うことになった気はするけれど、これはこれでミューズらしいような感じもするかな。もうすぐ夏休みも終わります。花代ちゃんの大好きな白いご飯が美味しい季節ももうすぐですね。ストーリーを選んでくれる